今日は河北市の西田喜太郎記念哲学館に来ています。連日暑い日が続いていますが、そんな時は涼しい室内でアートを楽しむのはいかがでしょうか。明日から大森義信さんの個展祈りが開催されます。今日はですね、大森さんに来ていただいていますので、じっくりとお話聞いていきましょう、うん、大森さんよろしくお願いします。明日から始まる個展ですが、どういったものになっているんでしょうか。はい、2年ぶりの個展ということで、うん、新作も盛りだくさんなんですよね、はい、早速お話聞いていきたいんですが、まずは私たちのこの後ろにある作品、どんなものなんでしょう。これも徳井さんの一つで徳井さん、はい、作った針金の小屋うさぎです。うさぎ小屋じゃなくて小屋うさぎです。小屋うさぎ、はい、まあ、大森さんといえば一本の線で描いていくワンストローク技法が代名詞でもありますが、また可愛らしい作品ですね。そう、屋根があってこうドアがあるんですよ。うさぎだけど屋根もあって小屋もある小屋うさぎ、おー、ユニークな作品ですね。そしてお隣にもあるんですが、大森さんはこういった作品を通して、まあ、企業の方とコラボレーションして活躍されていますが、もともとは穴水町の出身で、金沢大学に在学中にアメリカに留学し、卒業後にもアートの世界で活躍するようになったんですよね。はい、そうです。でもこれで生きていくぞって感じで。あ、そうだったんですね、はい、大森さんといえばのワンストローク技法ですが、うん、女性の作品もとても素敵ですね、はい、ありがとうございます。これも目から、だいたい目から作ります。で、目から、目とこう対話しながらこう作品を作っていくんです。そうなんですね、はい、ちょっとじゃあ奥にもまだまだ作品ありますので見せてもらいましょう。今回ですが、個展は祈りというお名前がついています。これどういった思いが込められているんですか。あ、そうですね、やっぱ震災を機にやっぱ自分にできることは何だろうって考えた時に、やっぱ絵を描くことだなと思って、でやっぱ自分にとって絵を描くことは祈ることに近いんだなって思って、そういうタイトルにしました。ふるさとへの思いが込められているんですね。そうですね。新作たくさんですが、制作期間ってどれぐらいなんですか。期間ですか。いや、もうずっとこれしかやってないんでね。常にもう描き続けて更新し続けた作品がたくさんなんですね、はい、そしてちょっと奥にね、気になる作品があるんですよ。こちらまた一筆書きとは違った雰囲気ですが、どんな作品なんですか。これも新しい試みで、ビュンビュン系って呼んでますね。ビュンビュン系、はい、いろんな線がこうビュンビュンしてるんですけど、うん、今までは線っていうものをこう形として認識したんですけど、一本の線をこう時間の流れですね、時間としてこう意識して描いてます。だからこの一本の線の中に過去と今と未来があって、でこれが集まってて一つの流れで時間とか風景になって、で自分は一歩離れてその時間の流れを見ている、そんな絵です。あ、時間のこの移ろいっていうのを表現しているんですね。これも一本一本重ねていく感じですか。あ、そうです、一本一本こう絵と対話しながら、次どこに色入れようかなとか、何色にしようかなとか、まあ、その時は感覚なんで、本当ダンスに近い感じです。その時はノリでノリと勢いで。そうなんですね、はい、でお隣もこちら線で描かれていますが、これももしかしてビュンビュン系ですか。これも進化して横ビュンとこう縦ビュンが、横ビュン縦ビュンの進化バージョン。はい、もう、ね、織りなす絵ですね、はあ、同じビュンビュン系でもまた雰囲気が違いますね、うん、そうですね、なんかこれは一人一人の一本一本が一人の人だとして、やっぱりこう交差すること、いろんな人とこう、ね、同じ時間を共にしている、そんな絵です。そうなんですね、はい、いや本当に面白い、よりこう知っていくと見方も変わってくる作品ですね、うん、でこの会場にはもう本当にたくさんの作品があるんですけれども、私もう一つ気になったものがあって、うん、奥に大森さんとしては珍しいのかなと思うんですが、風景画がありますよね、うんうん、これはどんな作品なんですか。これは震災の後に描いたんですよね。今まで風景画なんて本物にかなうわけないので、もう見に行って本物見たらいいじゃんと思ったんですけど、もう震災で見れなくなってしまって、こう変わってしまったので、やっぱ自分の中のそういう心の中の能登の風景を残しておこうと思って描きました。こちらには見附島が描かれていますが、お隣はまた能登の風景ですか。あ、そうですね、これは僕の地元穴水町の虎町櫓ですね。やはりこう皆さん絵を通して能登に思いを馳せてほしいっていう思いもあるんですかね。あ、そうですね、それもありますね。やっぱ残しとくって大事だなと思って、これでやっぱ、ね、見た人がちょっと懐かしんで
でまた前に進んでもらえたらいいなって思います。はい、またこちらもね、新しい試みということですので、ぜひ皆さん楽しんでいただければと思います。でさらにこちらには、はい、ちょっと立体的な作品、これも私すごく気になって、これ何ですかね。これはですね、針金で作った彫刻ですね。これ鳥が頭に乗っかってる人なんです。あ、お顔で、あ、そうです、鳥が、あ、そうですね。これも一本筆で、あ、そうです、これやっぱり目から曲げてて、で新しい試みとしてこうちゃんと台座をつけることでちゃんとどっしり重要感を感じつつ、でもこの針金の軽やかさを楽しめるという、そういう作品です。これまで平面で見ていたものが立体的にも楽しめる作品が出来上がったということなんですね。いや、もう本当に見ているだけでワクワクするような作品がたくさんなんですが、テレビをご覧の皆さんで、楽しみにしている方も多いと思います。ぜひメッセージを大森さんからお願いします。はい、毎日在庫してるんで、また絵を見ながらおしゃべりできたらいいなと思います。はい、ぜひ来てください。大森さんと会話をしているとより作品について知れて、私もすごく楽しかったです。ぜひ皆さんもおしゃべりしながら楽しんでみてください。大森さんの個展祈りは今月11日まで開催されています。ぜひ皆さんも足を運んでみてください。今日は西田喜多郎記念哲学館からお伝えしました。一部音声乱れました、失礼しました。こう大森さんの能登への思いが非常に詰まった個展ですね。そうですね、あの大森さんの出す色とか、あの一筆書きの中でこう生まれてくる自然とこう調和するような、うん、あの風景とか本当に素敵だなと思って、私個人的にもあのよくしているんですけど、はい、大森さんの夏休みエピソードしたら、学生時代に夏休み学校やってないじゃないですか、はい、でも毎日学校行って自分で勉強してたんですって。あ、そうなんですか。すっごい努力家なんです。だから絵も素晴らしいんですけども、本当にこう積み重なってこう努力してきたって、ね、私本当に大尊敬してます、ね、大森さんといえばもう一筆書きのイメージですけれども、はい、まあ、風景画であったりというね、ちょっともう新しい一面も、はい、見ることができました。西田喜多郎、記念哲学館で明日から開催されます、今月11日までの開催ということです。皆さんぜひこちらの個展行ってみてください。以上、出かけ中継でした。